be there quick, about 3-4 minutes, okay? Okay. Southwest Airlines. Southwest Airlines. That's right. Very close to the airport. There's an airport right there. Yes, I think so. ラスベガスを出てこれからサンノゼに行きます。めっちゃサンノゼ、ジョンディア、ジョンディア濃厚期だから、ね、コスメ、コスメ、コスプレ、コスプレだね。カントリーロード、カントリーロード、全然カントリーなりきれてないね。てかもうこのブリンブリンがピチピチだし、これがもうピチピチはいいんだけど、やっぱりカントリーブーツがいい。これが、うん、何ブーツ、そうね。でもこのフーディーはいいって感じでしょ。雨フーディーはまあ、これからセントルイスに行きますって感じ。そうだね、フーディーをその上にかぶるとさらにコスプレ感出るね。出る。なんでみんな、なんでみんなさ、これの上にフードかぶるんだろうね。不思議。寒いから単純に。単純に。分かんないけど。おやつ食べましょう。おやつ。さっきポテトチップスのポテトです、ね、入れたよ。博士が。なぜ、オラ、オラ、コメスタイ。サンノゼ、サンノゼ。ダセー、もうやだ、もうこっちだから。急に何わかんなかった今。わかんなかったよ、わかんなかった。今説明されてやっとわかんない。つらい。今の何？これからホテルに向かうよ。疲れてる。俺も自然出てるんだもん。親父？カエルか？カエルか？何カエルか？カエルかじゃない。カエルか別に。ここに博士にカエルかなる人いないよ。カエルかなる。カエルかって言っときゃ、なんか OL 見てる、ご自分。やだ。やだ、おかもってる。やだ。もうやだ。サンノゼの空港ちっちゃくて、綺麗でコンパクトで、なんかね、ちょっとこう、綺麗さが日本みたいな感じありますね。ねえ、めっちゃ雨、サンノゼ。何？QSF？すごい降ってる。リフトを呼んでます。アポネ。よ、コロンビア。コロンビア。初めてなんだな。First time in Colombia. Yeah. South America. Oh. Yeah. ¿Vives aquí? ¿Home? ¿Are you? No. Traveling. Ah, okay. Business. Negocios. Plata. Business. Plata. Plata. Yeah. Oh, San Jose. Facebook はメインメニュー。Adobe の本社。Facebook。あ、ライムだ。ハラペーニョ頼むのかと。あ、これ食べて5-6ドルするのかな、やっぱり。やっぱりさ、食べるよ。深夜のデニーズ。深夜のデニーズだけ聞くと。うまそうだ。うまそうだ。美味しそう。青山デニーズです。あのドリンクパンお願いします。もうテンションが。カメラが回らないとみんな黙ってるわ。カメラ回ってるの喋んなきゃ。喋んなきゃ。写真撮んない。うめ。マミー。マミー誰よ。誰よね。僕のミルクはないよ。どういうこと？なんかアメリカの昔のドラマにあったかもしれないという。全然違うね。美味しい。うん。やべ。
食べる。サンデーグラス。いただきます。うん、うまっ。アボカドがまたうめえよ。確かになんか本場感。明日からもうラーメンだけ食えるんだ。うん。あ、うまっ。うまい。うまみじゃん、おいしいよ。だしょ？だしょ？うまい。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 もうこういうディップさせちゃおうかも。うまっ、うまい。それガーリックブレッド、うん、なんかちょっと俺食べたことない感じ。めっちゃ美味しい。このハラペーニョいいの。なんだこれ、これ食べてください。フォッカチオみたいなやつ。ハラペーニョ。うわ、なんかそれなんすよね、うん、テンション上がる。あ、宇宙本社に向かっております。うーん、イエーイ。ペンパフナップアップペン。違った。なんかアップル乗たないですか。まあ確かにそれもアップルの歌っぽいといえば歌っぽい。アップルの歌ね。スプロマックス。アップルマックス。YouTube もやってるんですか。 YouTube もやってる。日曜日もインフィニットお店やってる。やってる。お店だからね。Excuse me。 アップル旧本社ビルにやってまいりました。私はもう9年ぐらい前に一度来たことがあります。後ろでテンション高い人がいる。なんかもう閉まったビルっていう感じだね。リンゴのリの字もないです。リンゴのリの字もない。あ、アップルのアップルのアの字もない。はい。あった。あったね。もうちょっと。はためいてくれないとわからない。見えそうで見えない。アップルの旗。むしろ日本の旗に見える。そう。ちょっと、日の丸が見える。見える。ジャパン。うん。looks like Japan ですね。もうちょっと引きから見た方がいいね。この角度だとなんかわかんない。そんなにそんなに今日風がなくてめちゃめちゃ暖かいからな。Come on, come on。 すごいシュンってしてる。そうシュンってしてる。でこの横にあるのがアップルストアで、こちらがねマスクに書いてありますけれど、will be closed for construction through early spring 2024. そう、ここにお土産があるよ。シー。シー。ボニータ、シー。あの、多いんですよ。あの、英語じゃなくてね。英語じゃなくて。あ、ここにあるよ、ストアの看板。ストア。この看板は珍しい。他にはね、あんまりないよ。Cheers to the years. Goodbye on January 20 at 6 p.m. 今日何日？今日？あと1週間でなくなっちゃう。そう。で、この後行くんだけど、Apple Park Visitor Center の方に行ってねっていう。Unless you get the Sudanese. あっち。
まあ、かわいいよ。ボールペンと、あとこのボトルね。これは、色がすんごいうっすらついてる。うっすらついてる。ボールペンと、あ、これあるんだ。あ、そう。かわいい。これね、ハサミ焼きだよ。ハサミ焼きのコップ。高級。そう、これ日本の。日本の、日本の、ジャパンでは買えない。日本のハサミ焼きのコップ。これ、あるんだ。買って帰ろうかな。もうないと思ってたけど。T シャツ。あれ、このデザインは置いてあるのかな。買うぜ買うぜ。これを2つ買います。これを2つ。ゴリさんがこれ、これ結構現在余ってます。じゃあガジェタッチ視聴者に売るプーじゃなくて売るプレゼントじゃなくて売ります。買いたい人は連絡ください。ノートも可愛いんだけどね。これ若干大塚商会さんにありそうな感じもするね。なんか T シャツとかね、可愛いですけどサイズがあるからな。そうなんだよね。 T シャツはね、これもいいけどビジターセンターの方もおすすめなの。ビジターセンターにしかないやつが存在して帰る。お兄さん持ってどうして、もう買いますか。はい、あ、それもハサミ焼きなの。全部ハサミ。買いました、2つ。そう。アップルインフィニ、インフィニティループ。うん。は、あれは当然。はい。というわけで、アップルのインフィニティループ、インフィニティ、インフィナイト、インフィニット、インフィニット、インフィニットループ、ね。で、ここはですね、神社みたいな香りがするんだよ。前にここに来た時も思ったんだけど、こう草と土となんかこう風の匂いがですね、すごい神聖な雰囲気がしております。はい、ということで。ね、もうすぐなくなってしまう本社、今のうちに味わいに来ました。この建物ともお別れですね。スティーブがいたビルですが、バイバイ。なかなか旗が、あ、見えたかな。ではこの後はビジターセンターに向かいます。ラムネンス。はい、久々のアップルビジターセンター、イエイ。ということで、本社からですね、車タクシーでまあ大体、5分ぐらいですね、10ドルぐらいで移動してきました。で、ここはアップルの本社があるところの横にあるアップルストアで、アップルビジターセンターというふうに呼ばれています。で、まあ、観光地なんでね、結構人もたくさんいますし、で私は6月に WWDC に来た時にここに来たんですけれども、今日はちょっとみんなにお土産を買っていこうかなと思ってます。
I see that larger text. I see the bolder text even here in my home screen. One of my favorite ways to actually make this a little easier to turn on and off is actually inside the control center settings. So inside a control center, you can add all sorts of stuff into that swiping action. And you see I've added my text size. So if you go to your control center settings, you'll notice a whole list of additional controls you can turn on or off. And when I have text size here in the control center, our sound detection with the text specific sounds, and then how to pass the text. Okay. カロンパースだ。めっちゃ可愛いじゃん。ここにカフェがあります。カフェでコーヒー買ってちょっと本社を見てくるか。ヒロミって呼んでもらえた。そしてクマ、クマだった。あ、かわいい。ワンドライブに課金します。今からしてるんですけど、もうすでに200ギガじゃ足りないんですよ。まあ、綾野さんのギャラクシーも iPhone も壊れてるというね。 Get more storage。 だってこれ2頃でしょ。あ、1ったら1ったら行きます。頑張れ。一時的にね。あ、スタートフリートライアルってのがあるんでした。じゃあそれで今一時的にフリートライアルで、あ、それでワンドライブに入れて、もう払えって言われてるんで、とりあえず払います。払って、ああ画面がもういきそう。やばいやばい。頑張れ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 。散歩的に歩ける感じになってて、この横ね、割とランニングコースみたいになってる。ここが住宅街、ね、そう住宅街。 ありがとう。
パンパン、パンパン、はじめまして、はじめまして。次杉さん、頑張ります。いや、わかる。カメラやりながらね。そうやると。で、なんか、ギターフレンドの友達たちが、なぜか、開けましょう、おめでとうございます。開けまして、おめでとうございます。肉。重しで、食べ物とかで。こう、軽減するんじゃなくて、自分の体の中で、お米。やっぱ筋肉じゃないですか。いや面白いと、いやでもアーチェリーをうまくなるためにまずはあの銃を練習しようと、それですよね。16年だよって16年、はい、あの8年熟成、8年熟成の王蔵ジンファンデル。いやいいですね、肉にやっぱりジンファンデル。これは100年以上のポニからできておりまして、うん、まあ後で説明します、うん、まだ乾杯しよう、まだ乾杯しよう、ハッピーニューイヤー、ないないない、ない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 シェフにお礼を言いたい。シェフにお礼を言いたい。シェフはいるか。今日の素晴らしい、今日の素晴らしい夜にシェフにお礼を言いたい。最高の夜。ちょっと。ちょっとあれ取りに行こう。燃えてるよめっちゃ。もう入ってないけどこれに入ってた。そういえばこいつもまだやりっぱなしだった、はい、こう、おー、これはポーク、ポーク、ポーク、ベーコンの元みたいな、へえ、めっちゃ美味しそう。これは良い、これは良いものだ、良いものなんですよ。これは、あー、これ絶対美味しいやつや、これ絶対美味しいやつや。切って寒そうだな。さすがに今外は寒いんですね、無理だわ。ここでやるんだったらもう火を焚いて、あー、なるほど。ちょっと水はまだ出てたんですよ。まあ、バッグ会社の内容が。いや、多くないですからね。今やな。今やな。逆ですよね。そう。So, somewhere over the rainbow, dream of dreams really do come.あった、あったかいし。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。やっとあなたの正月が来ました、ね。明けおめ、やっと正月が来ました。ね、正月。やっと正月が来た。ここ三の瀬だけど。やっと正月来たんです。ここは、犬の産地なんですけどね。最高です。最高だね。みかんも食べたし。食べかすしかないし。で、向こうでイラサさん寝てるし。大丈夫じゃない。向こうに行くだけだし。